こんにちは。こんにちは。はじめましてなんで、はい、お名前をお願いします。はい、中尾春日です。よろしくお願いします。お願いします。中尾ゆずきです。よろしくお願いします。お願いします。春ちゃんとゆずちゃん。はい。はいはい、もう勝手に今日はそういうをさせてください。はい、はい、はい、でお気づきの方もいるかと思うんですけど、姉妹なんですよ。はい、お二人は。お姉ちゃんは私です。はい、はるちゃん、はい、ゆずさんが妹さんって感じで、二人はあの LPGA のティーチングの資格を持ってて、まあ、今のツアープロを目指して頑張ってます。はい。そんな感じで、まあ、リンゴルフ恒例 の、 あの対決企画がありまして、で今日初めて兵庫県に僕ちょっと来たんですよ。はい、はい、あのゴルフ場はロータリーゴルフクラブ、はいはい、様にやってきてます。ありがとうございます。はい、そんな感じでちょっと対決をしていきたくて、はい、ルールちょっと簡単にあの読み上げます。はい、9ホールのマッチプレーになります。8ホールのスコアによってポイントが獲得される仕組みになってまして、ボギーで勝った場合、まあ、ボギーとか、まあ、ダボとかはちょっと0ポイントです。はい、パーで勝ったら1ポイントあります。でバーディーで2ポイント、イーグルで5ポイント、アルバトスホール4も一応ありまして10ポイントです。はい、はい、で最終ホール の、 あの9番は、はい、あのポイントがダブルアップで、あの OK はありです。うまくやってください。お先にはちょっとあのマッチプレーなんでなしなんで、そこだけご注意お願いします。はい、でこれ恒例なんですけど、勝ったら5万円もらえます。はい、頑張ります。負けたら0円です。はい、はい、でもあのまあ奢ってもらったりしてください。はい、はい、じゃあそんな感じで早速やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、オナ私です。あ、はい、そうですね、姉妹対決は多分初めてなんで、おちょっとどんな感じかが予想つかないというか、ずっと一緒にいるから対決ってなるとどうなんだろうっていう、うん、ちょっと緊張と楽しみがあります。でもやっぱ お姉ちゃんとしては、そうですね、一応姉なんで負けたくはないなっていう。そうそう、ずっと言われちゃいますよね。はい、言われます。初めての対決ですからね。いつもいつもお姉ちゃんやったら負けたくないよねって言われますけど。ってことお願いします。対戦選手はお姉ちゃんなので、いつもよく回るんですけど、その負けないように頑張ります。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、木の方、木の方に行って、そう着地によりますよね。木の方には大事だけどな。うん、お願いします。お願いします。いいと思う。2人は、はい、YouTube の出演とかは、はい、初めてです。あー、なるほど、はい、アルファの雑誌とかそういうのはあったりとか、はい、してもらったり、うん、どうですか、はい、最初もうティーショットだから撮られてるか。しかもあれですもんね、寒いし。もう練習して3時間くらい経ってるはずだから。そう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 、待ちすぎたみたいな。これはやばいよ。やばいとこ行っちゃった。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫。こういう感じなんですね。こういう感じです。すごいとこある。56です。 50ヤードです。
若いですね。ちょっと残ったかこぼれたかみたいな感じですかね。怖かった。お願いに行こうか。難しいな。違う。そっからみたいよ。やばいやばいやばい。まだタイから帰ってきてないわ。感覚が。ナイス。ナイスです。ありがとうございます。よかった。いやちょっと嫌になった。入らんと思った。あーよかった。危ない。でも出だしパーパーで。はい。5点です。あぶな。ちょっと私はこの日かなって思ってた。持ち上がってもしかして2人とも一緒じゃないですよね。ちょっと見てて。はい、私がフェードで妹がドロー。あ、やっぱり少し球筋というか違うなと思って。はい、昔から。同じコーチです。あ、同じコーチなんですか。そしたらドロー系の球だったらゆずちゃん。はい、フェード系の球だったら、はい、タルちゃん、はい、訪ねてきてもらえれば、そうですね、の方が自然に分かりやすい。どっちもって言ったらやっぱじゃあ両方受けてくださいって感じですね。はい。その時は。レッスンは兵庫、大阪？そうですね。主に兵庫ですけど、大阪とかも全然、まあ、出張レッスンみたいな感じで行ったりはしています。うん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 。DM 送れば対応できますよとかそんな感じですか？そうですね、DM か一応オフィシャルの LINE があるので、うんうんうん、そちらに送ってもらえたらありがたいです。なるほど、わかりました。じゃあ、2人のインスタグラム DM とその LINE は1つ、はい、そうですね、1つです。じゃあそれをあの動画で貼り付けとくんで、ありがとうございます。ぜひ、はい、ね、ちょっと兵庫とか大阪の方とか、はい、個別対応結構多分自由というか、まあ、調整聞きやすいと思うんですよ。 そうですね、はい。はい、まあ試合中はちょっとどうしてもあれですけど、はい、なるべくねスケジュール合わせていけると思うんで、ぜひ、はい、ぜひ、はい、まあまずちょっとフォローしてもらって、はい、いろいろ見てもらいたいですよね。お願いします。はい、お願いします。じゃあそんな感じで次なんですけど、はい、長いですね、パー5。600かな、もう500、うん、そう、600はないとは思うけど、間で500、560ありそうな。そうですね、長い、結構頑張ります。はい、ちょっといきなり動くかもしれないんで。はい、頑張ります。はい、楽しみです。はい、お願いします。はい。右、左よ。うん、左で。なんか、しにくい。あ、これはやばいぞ、上がった。ちょっとカットとかしない。おかしいな。しろ。ちょっといいですか。ごめんなさい。あ、こっちの方が絶対バカです。バカです。まさかあった、普通にあった、ありましたね、こっち、はい、そう、暫定がバンカーなんで。でも危なかったね、カッカー遠回り、もうちょっと行ってたら、いや、もう完全 OB だと思ってました。もうもらったと思ってたでしょ。
はい、だってさ、ね、お気にめっちゃ機嫌無難にいったなって、ね、なんかもうティーショット見て怖いですよ、左心得てますね、マッチプレーを。スプーンです。はい、めっちゃ仲いいっすよね。悪くないと悪くないと。いやいや、全然いいですよ。そうですか、うんうんうん、喧嘩はします。喧嘩するんですか。します。一方的に言ってきます。私が、で無視します。あ、言われるんだ。はい、言ってくるんで無視します。そうなんだ。そっちですね。あの、初めましての人に聞いてるんですけど、はい、血液型ってどっちなんですか。AB 型と B 型です。ああ、ヤードです。なるほど。全然まだわからない。全然まだわからない。青っぽいなってよく言われます。カジュアルしていいよ。いいんですか。はい。すごいですもん。でもここもカジュアル。多分220ぐらいあるわ。高いな、600。もう一回吸うね。結構長いよ。うん。カバンとかやります。はい。だって姉ちゃんの見て3必要ないだろう。絶対乗らないですもん、220。57ので打ちます。おほほ、でもなかなかですよね。ちょっと手前落としても難しいですよね。難しい。ナイス。おー、ナイス。よし。確かにそうだよね。危ういところが残ってて、はい、危ない、危ない危ない。1ポイントゲットですね、はい、グリーンが難しいね。何グリーンなんか、そんなグリーンなんか。アゲンストか。
あれ結構アゲンストかな。でもない人ナイスです。ありがとうございます。これライン見えんもんな。何って感じ。待って、ラインが全然違う。結構深いね。これは惑わされたやろ。弱くない？入れてよ、これ外して。これが一番面白くないな。ちょっと体外りなもんで入れてください。距離感が入れてない。 OK。 うん、入れてくださいよ。よくないって言われるよ。言うの？絶対もう逃げた方がいい。まあまあまあ、まだ始まったばっかなんで。スマップ入れてもらおう。大帰りって。先週帰ってきた感じ。21に帰ってきました。今日何した？25くらい。4。あ、1個前。うん。え、そうなの？はい、え、30度？31度、2度とかあります。ちょっと熱中症になるんじゃないかな。いや、そうなんだ。そんな違うんだ。うん、今日だって7度とかでしょ、はい、多分。帰ってきて、なんかもうめっちゃ寒い。じゃあ、半袖から冬に戻ったみたいな。そんな暑いんだ、タイ。そうなんだ。あ、まあ、だからあれか、冬に合宿とか行くんだ。みんな行ってます。そうだよね。ちょうど、ホンダの LPG のやつがやるときで、一瞬。次の日くらいから試合だって言って、